はい、皆さんこんにちは。ショートばっかり切ってる美容師山口宏です。皆さん前回の動画見ていただけましたでしょうか。バチェラーのコウコウさんのねカットを完全再現してみたという動画になったんですけども、今回は無茶ぶり、今ね流行りのドラマですね、それに出演している、高畑充希さんのショートヘアを、完全再現していこうと思います。それではいきましょう。この高畑充希さんのショートヘアなんですけど、種類で言うとマッシュショートに分類されると思います。かっこよさと可愛さが両方あるヘアスタイルだと思うので、今回はねそういうところも含めてちょっと再現していきたいなと思います。まずはヘアスタイルの大まかな形を決めるベースカットをしていきます。今回のショートヘアは結構もう短い、耳周りなんか短いスタイルなので、まずは横から、大体ですね耳たぶ下ぐらいの長さでカットしていきます。そしたら同じように反対側もカットしていきます。そしたら次に前髪をカットしていくんですけど、今回目の上ぐらいの長さで、カットしていきます。そして乾かした後に少し前髪も上がるのでね、最初はちょっと長めの状態で切っておきましょう。そして、横の髪の毛と前髪のね端っこをつないで、ちょっとマッシュショート感をここで演出していきます。そしたら今切った前の髪の毛に合わせて後ろの髪の毛も切っていきます。高畑充希さんって今回マッシュショートですけど、少し前は、マッシュウルフ、マッシュウルフっていうのは、襟足が長いスタイルのことを言うんですけど、ちょっと前まではねマッシュウルフスタイルをされてたっていうことで、そのスタイルもねなんか今後再現していきたいなとも思うんですけど、こういう風に最近女優さんでもヘアスタイルをロングからバッサリ短く切ったりとか、少しイメージを変える方多くなってきてると思うんですけど、本当にねショートヘアが似合う女優さんというのはね素敵ですよね。で今回のこのスタイルなんですけど、少し前の動画でね本田翼さん風のマッシュショートも解説したんですけど、今回はそれよりも少し短めかつ軽いスタイルになっています。軽いっていうのは今切ってる表面の髪の毛なんですけど、ここを少し短くすることで、より動きを出して軽くする効果があるので、高畑充希さんのショートヘアはねマッシュなんですけど、ちょっとこう動きのあるちょっとラフさもあるようなショートヘアなので、そういうところはねこういう動き、レイヤーって言うんですけど、レイヤーカットで表現していきます。はい、そしたらある程度カットしたらドライカットって言って、まあ、髪の毛のね量、毛量だったり、あとは質感、重たいところを軽くする、そういうねカット、ドライカットねしていきます。何回も言ってますけど、この高畑充希さんのマッシュショートは重たいスタイルってよりかは動きのある軽いスタイルなので、ベースカットでね表面の方にレイヤー、動きを入れるカットをしたんですけど、それだけじゃやっぱどうしても足りないので、こういうセニングだったりすきばさみですね、すきばさみを使って、もっと量を取ってさらに動きを足していきます。そしたら毛先の方の、硬さも少し取りながら、より柔らかく仕上げていきます。
はい、そしたらヘアカラーですね。今回は結構明るいカラーなので、ファッションカラーですね、普通のカラー剤の中で一番明るくできる薬剤を使ってカラーリングしていきます。で20分ぐらい経ったので、髪の毛の色チェックして良さそうなので、流してそして乾かしていきます。そして軽く整えてスタイリング剤をつけたら、完成になります。はい、ということで今回は高畑充希さんのマッシュショートを再現してみました。いかがでしたでしょうか。以前動画にした小松菜奈さん風のマッシュショートとはまたちょっと違ったスタイルだと思うんですけど、よりそれよりもね動きがあって少しラフな感じのショートヘアになったと思います。はい、でこのスタイルの詳しい切り方だったり、あと解説、そして展開図は僕のオンラインサロンの方で配信しておりますので、気になる方は下の概要欄からぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回も動画を見ていただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。